武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が70分で大問が4題出題されております。大問4題のうち2題が長文、1題が会話の空所補充形式ですね。でもう1個が正常問題という形になってます。並べ替えですね。で、まあ会話と正常に関しては本当に基礎的な難易度なので、まあ、会話に関してはネクステージやパワーステ、ヴィンテージなど の一般的な文法書、しっかりやっておけば十分でしょう。まあ、会話表現などもしっかり覚えておくようにしてください。で、正常問題についても割と基礎的なので、まあ、センターの第2問対策していれば十分対応できるとは思いますが、正常自体がちょっと苦手でっていう場合には、まあ、短期で攻める英語正常問題200など、まあ、正常の問題集の中でも割と優しめの方をやっていくといいかなと思います。で、長文に関してですが、長文一個一個はかなり長めになっています。本当にセンターの第6問などで出てくるような長さも出ることがあるような形ですね。ただその文章そのものの難易度は大したことはないので、ちゃんと基礎的な単語、文法、解釈、熟語ですね、このあたりを覚えて、しっかり長文の参考書など読む練習していれば、十分対応できるでしょう。ただちょっとその長くなっちゃうと集中力が切れちゃう、みたいなケースの場合には、まあ、例えば段落ごとの話をまとめる練習をしたりだですね、あとはその、まあ、長文の先ほど言った例えばセンター試験の第6問の問題などでちょっと慣れていくような形でやっておくといいかとは思います。一個一個は基礎的な内容なので、基礎の完成度をしっかり上げて解けるようにしていきましょう。時間的にはまあ70分あれば十分対応できるとは思いますので、まあ、焦らず丁寧に解くように心がけてください。以上が英語の勉強となります。